皆さんこんにちは車田和久ですこの動画はおそらく新しい年になって最初の動画になると思いますが、まあ、お正月ということもあって日本の国歌「君が代」を取り上げてみたいと思います実は君が代が日本の国歌に制定されたのは割と最近のことで1999年のことになりますそれ以降は正式に日本の国歌としてさまざまな式典行事で歌われている君が代ですが実はそこに至るまでには 多くの人が反対していたなんていう歴史がありますそんなこともありそれぞれこの君がように抱く思いっていうのは世代によって結構温度差があるんじゃないかなっていうふうに思ってます実は僕が都立高校の音楽の教諭として働いていた頃っていうのはこの法律ができた少し後のことになりますなのでその頃は君がように反対する教職員たちが次々に処分されていた時期でもありました 僕はそんな中で毎年入学式とか卒業式にこの「君が代」を伴走してたんですだからこのように君が代と政治の関係みたいなものを身をもって経験してますしかし今日はこの「君が代」を政治的に話すのが目的ではありません実は多くの人が日本の伝統音楽だと思っている「君が代」は西洋音楽の影響を大きく受けている音楽なんですこのチャンネルでは文化についての話をすることもありますが 実はクラシック音楽っていうのはちょうど君が,よが作られたた頃に入ってきた文化です以降日本が西洋の文化っていうのを積極的に取り入れる中で日本でもいろいろな音楽っていうものが誕生していきます日本という国は歴史を振り返れば遣唐使などに見られるように他国の文化を積極的に吸収することで発展ししてきました音楽においてもそういったことをやろうとしてたんです そしてその良い例の一つが、実はこの君が代なんです。今日は、この君が代を通して、日本の伝統音楽と西洋音楽がどのように結びついたのかというところを見ていきましょう。皆さんは、この君が代がいつ頃できたのか、考えたことあるでしょうか。実は君が代は明治時代の千八百八十年に作られました。これは西洋音楽で言えば、ロマン派の中期から後期にあたる時代にあたります。 ロマン派で最も偉大な作品であるワーグナーのニーベルングの指輪が完成してからわずか六年後のことなんです実はそんな頃にこの君が代が誕生したんですしかしこの誕生の背景っていうのはいかにも明治時代を象徴するようなものでした日本は江戸時代末期に黒船が来て以来開国っていうものを迫られますが開国してからは一気に西洋の文化というものが入ってくることになります 僕はドイツに来てから柴良太郎の「龍馬が行く」を2回読んだんですが坂本龍馬が暗殺されたのが年のことです。その次の年に明治時代が始まってそれから12年後にこの「君が代」ができました明治時代になると外国から次々とゲストが来るようになりますそして年にイギリススからもゲストがやってくるんです。そしてその時に一緒にやってきた軍学隊長の ジョン・ウィリアム・フェントンという人物が、日本には国家はないのか、それは大変遺憾でござる、なんていうふうに言ったんです。そして、どうせなら私が作曲してはいかがかな、なんて言って申し出たんです。その結果、当時の薩摩藩の砲兵隊長だった大山岩尾という人物が、薩摩琵琶の中から君が用のテキストを選んで、このフェントンに渡しました。 この大山岩尾という人物は後に陸軍の大臣になった人物です。そしてこのフェントンは君がよの歌詞に作曲したんです。実はこの君がよっていうのは一番最初にイギリス人によって作曲されたんです。そう考えるとなかなか面白いなというふうに思います。しかしこの出来上がった君がよっていうのは残念ながらあんまりいい曲ではありませんでした。ちょっとここに楽譜がありますからその音を聞いてみましょう。 いかがでしょうか。この旋律には当時の日本人も首をかしげました。当時の人々は西洋音楽に馴染みがなかったからだなんて言われてますが、これは単に出来が悪かっただけだと思います。こんなに上がって下がってを繰り返すような旋律なんて歌として考えたら結構ひどいもんです。 開国以来、日本はさまざまな国々と付き合っていくことになりますが、国際社会ではやっぱり国家というものが外交上重要なものでした。ブラームスが交響曲第1番を上演した1876年になると、日本の中でもそういった国家の存在ってものを訴える声っていうのが強くなっていくんです。そして当時の海軍の隊長がこの君が屋の楽譜の改定を訴えました。 まあ,あの初代「君が代」では日本の威厳っていうものが全く感じられないのでそれを変えよようっていうい気持ちはよくわかりますこの意見に基づいて今度は日本人にも馴染みのある旋律で「君が代」を作ろうっていう話になってくるんですそしてそれならば我らの出番じゃっていって宮内庁が関わってきますそしてその結果無事にフェントンの「君が代」は10年も経たないうちに廃止されるんです 廃止されるまでに公の場でこの初代君がよがどのぐらい歌われたのかっていうのは結構興味がありますまあこれ以上の資料がなかったので僕はそこから先は調べていませんがもし知っている人がいましたらぜひコメント欄でお知らせくださいさてそのようにして1880年になると学府改定委員というものが設置されるんです飯田七平の海軍隊長とそれから宮内庁の我学奏者だった 林広そしてどういうわけかここにドイツ人が加わってそれで委員会というものが動いていくことになります。前回の失敗を踏まえて雅楽奏者が加わったことそれからドイツ人が加わったところがポイントですさてここでこのドイツ人についてちょっと触れておきましょう。このフランスエッカートという人物は 当時のプロイセン音楽出身の音楽家でドレスデンなどで音楽を勉強しましたマーラーラよりも8歳年上の音楽家ですそんな彼は大学を卒業した後で軍楽隊に入ってオーボエ奏者としてまたは海軍の軍楽隊長として仕事をしてましたそんな頃日本の海軍でも外国と同じような軍楽隊を組織するべくその指導者っていうのを探していたんです まさに文明開化として欧米に追いつけ追い越せって言って積極的に海外の文化を取り入れようとしていた頃ですそこでドイツから教師を招くことになりましたその教師として選ばれたのがこのフランツ・エッカーという人物だったんです彼は君が代ができる1年前に日本にやってきますがその時彼は27歳でした 明治時代になってからまだ10年ぐらいしか経っていませんでしたから当時の日本においては西洋音楽っていうのは全く馴染みのないものでしたこのエッカートっていう人物はそんな日本においてまさに西洋音楽を広めるためのパイオニア的な人物だったんです彼は教師として西洋の楽器だけではなくてメロディーやハーモニーなんていうものを日本に持ち込みましたそして来て1年足らずで「君が代」の楽譜改訂委員に選ばれるんです そしてこの君が代の新しいメロディーが宮内町画学奏者だった林博文とその息子、そして奥義勢によって作られます。これが今僕たちがよく知っている君が代のメロディーです。そしてそのメロディーでは画学の音階が用いられています。僕たちにとっては馴染みのあるメロディーなんですが、実はこの音階っていうのは西洋のどの町にも属さない音階です。あのひな祭りの歌とかと同じで日本古来の音階です。 基本的には御音音階になります御音音階というのは5つの音を中心として作られた音階なんですがこれが西洋の音楽に馴染んだ人の耳には結構不思議に聞こえるんです僕は一度ドイツ人の同僚と話をしていて日本の国歌は何かって聞かれて歌ったことがありますでもこの君がやの終わりの部分っていうのがドイツ人にはどうしても終わったように聞こえないんです 西洋音楽ではカデンツって言ってその終止形っていうのがものすごく重要な役割を果たしています。だからそれを聞いた同僚がマーデーって言って西洋風の終わりに歌って二人で爆笑したなんていうことがあります。だから日本の音階だったらマーデーで終わるんですけど、これが西洋の音階だったらマーデーっていう風にちゃんと終止になって。 終わらないといけないっていうわけなんです。ヨーロッパの人には、この日本の音階っていうのは、そのぐらい結構不思議に聞こえるんです。さて、このようにフェントンの失敗を生かして、メロディーだけは日本の古来の方法で作曲しました。しかし、この君がやは式典で演奏されなければいけません。なので、その曲は他国と同じように立派な軍楽隊によって演奏されなければいけませんでした。まあ、軍楽隊っていうのは、いわゆる吹奏楽です。 日本の伝統的な旋律を使いながらもそれと同時に西洋の軍楽隊っていうスタイルで作られることを最初から要求されてたんですそのためこのメロディーをもとに軍楽隊用に編曲するっていう作業が必要でしたここで登場したのがエッカートですエッカートはこの旋律にいわゆる西洋音楽の和音をつけて伴奏を完成させました これががが今僕たちいいている君がよです。でもこのエッカーとも僕の同僚と同じようにこの旋律に馴染めなかったようです最初と最後の部分にどのような和音をつけたらいいか相当迷ったみたいなんです「まあで」って言って和音をつけてもそんなのは西洋音楽の「調には当てはまりません西洋音楽だったら「まあで」「パパパ,パーっていうふうにして終わります だけどこのようにしてメロディーを変えてしまったらそれはもう日本風なななメロディでではなくなっちゃうんです。その結果エッカートはこの最初と最後に和音をつけるのをバッサリ諦めましただからこの部分はみんな同じ旋律を演奏するユニゾンになってますそして「ジオニーっていうところから西洋の和音をつけたんです旋律に和音をつけるっていうのは西洋音楽の基本です 特にドイツでは教会でコラールっていう単旋律の旋律が歌われる習慣がありましたそしてその旋律に和音をつけるっていうのが音楽の基礎でもあったんですバッハの作品にはこのようにして和音付けされたコラールっていうのがたくさん登場します同じ旋律でもつける和音を変えることで表情を変えたりもしてますこのエッカートがやったのは基本的にこれと同じ作業でしただから君がよというのは、 基本旋律以外は僕たちが知っている西洋楽クラシック音楽の手法で書かれているんです最終的に出来上がった曲は「大日本霊式曲」って言って式典で演奏される曲になりましたでも興味深いのは横文字で「ナチョナルヒムネ」っていうふうに書かれていることですこれはドイツ語で「国家」を意味します しかし当時の日本においてはこの国家っていう言葉は和歌と同じ意味でなかなか当時の人にはその概念というものがうまく理解されなかったようですこのようにして「君が代」が完成したんです完成してからは事実上国家と同じような役割を国際社会の中で担ってきましたそしてそれは第二次世界大戦が終わるまで続くんですしかし日本は第二次世界大戦で敗れてしまいます その復興は GHQ の主導によって行われました。そこで日本が再び力を持つことを恐れた GHQ は日の丸とこの「君が代」を歌うことを禁止したんですそして同じく GHQ の指令で作られた教職員組合がその思想を受け継ぎました。だからその後でしばらく学校では「君が代」を歌わせないっていう指導が続くんですがこれには地域によってかなり差があるようです。 1999年に「君が代」が正式に国歌になりましたがそういった流れもあって教職員の中にはこの「君が代」に反対する人がたくさんいましただから式典で妨害行為をしたた教員とのが次々と処分されてったんです僕のところにも毎年卒業式の前になると組合の教師がやってきて本当にピアノ伴奏するんですかなんて毎回聞かれました生徒の前で「君が代」を歌う必要なんかないんだなんて言ってる教師も目にしました まあそのような歴史もありましたが、今ではワールドカップとかオリンピックなんかで見に来た人も「君が代」を歌うなんていった貢献が定着してきてます僕も去年ワールドカップの前に日本代表の試合を見に来ましたがその前では起立して「君が代」を歌う場面がありました今日は主に「君が代」の誕生について話しましたがこの「君が代」が実はマーラーと同じ世代のドイツ人によって作られたっていうのはクラシックファンにとってはなかなか 興味深い点じゃないかなというふうに思いますこのように明治時代にやってきたクラシック音楽は後に山田耕作をはじめ日本の音楽の土台にもなっています普段はヨーロッパで起こったことを中心に話していますがそういったクラシック音楽を通して日本の文化にも触れる機会が増えていくといいなというふうに思っていますで肝心なことを言い忘れましたが実はこの君がガの歌詞が採用された経緯には今回紹介したエピソードの他にもう一つエピソードがあるんです その一つでは正月の儀式で使用されていた古い歌をフェントに提出したその一つが君が代だったっていうふうに言われていますそんな正月つながりで今回話してみようかなっていうふうに思ったっていうわけですというわけで今日は君が代とクラシック音楽の話でしたこのチャンネルではこれからも音楽についての話をたくさんしていきますのでチャンネル登録・高評価よろしくお願いしますそれじゃあまた別の話でお会いしましょうチュース それじゃあ撮影が終わりましたんで今日もコーヒーいただきますあーうまいうん。今日はじゃじゃんこれねロールケーキみたいだけどなんかこれなんかティラミス風ロールケーキ、ね、なんだろうまあ日本で言ったら多分ロールケーキだと思うんだけど ティラミスって名前で売ってたので買ってみましたいただきますおっ結構硬いな楽しみうんこれはこれはティラミスではない <laughs> これはあでもなんかちょっとアルコール入ってるからそれはティラミスっぽいねでもあの ローールケーキですちゃんと普通にスポンジなんでねティラミスってあのロールケーキこれスポンジじゃなくてあのマスカルポーネとかチーズを使ったお菓子なんで、ね、まあ随分違いますけど、まあ、ロールケーキとしては美味しいですティラミスとして考えるとうんっていう感じがします <laughs>、うん、で、まあ、ティラミスティラミスって日本ではティラミスって言うんですけど こっちではティラミスって言っても通じないんですティラミスはなくてティラミスーって「ウにアクセントを置かないといけない、ね。でまあそんなこともあってデザートを頼む時はちゃんと「ティラミスー」っていうふ <laughs> うに言うようになりましたけどまあ、あのー、外国の言葉でもね日本風に言うと全然通じないってことが結構あって実は作曲家の名前も結構そういうことがあってショパンとか。 ラベルフランス人の作曲家の名前はそのまま言ってもなかなか通じないですアクセントの位置が逆なんでショパンだったらショパンっていう風に後ろにアクセントを置かないといけない、まあ、そういった違いはありますけどでもねそんなこと言ってもフランス人は結構平気であの外国の名前も自分たちの国の言葉に合った読み方に変えちゃうんで、まあ、日本では、まあ、日本人が呼びやすいように呼べばいいのかなっていう風に思ってます。 例えば「ハリー・ポッター」なんかドイツだったらちゃんと「ハリー・ポッター」みたいに言うんですけどフランス語だと「アリー・ポテアみたいにあのアクセントを後ろに置いて全く自分たたちの流儀に当ててはめた言い方をしてます、ねあの。このチャンネルでも名前のカタカナ表記をどうするかとかいろいろたまにコメントをもらったりもするんですが、まあ、僕は結構自分が言いやすいように言って、まあ、書きやすいように書いてるだけです。 まあ、話が脱線しましたけど <laughs> ねティラミスからそんなこと思いつきましたそんな話でしたそれじゃまたあうまいうん